こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日は寝坊しちゃったって時に朝の時短メイクをしていきたいと思います。ナチュラルメイクです。お願いします。とにかく急いでても眉毛だけは描けたいですよね。で、眉毛をじゃじゃん、これ1本で済んじゃいます。リトルレディのベビーニュアンスダブルアイブロウナチュラルベージュを使っていきたいと思います。あとパウダーの方で眉頭をこういう感じで描いていきます。で、眉全体に眉パウダーをちょっと描いていきます。で、そしたらこっちのペンシルの方で眉尻をちょっと足りない部分に描いていきます。はい、では眉毛を描いていきました。こういう感じでさささっと描いていきます。では次はアイシャドウを塗っていきます。アイシャドウはこちらです。リンメルのショコラスイートアイズ9番を使っていきます。こちらの一番上のちょっとクリーム色をまぶた全体に塗っていきたいと思います。もうこういう感じでクリーム系だったら何でも大丈夫です。そういうのをまぶたこういう感じで全体に入れていきます。だからこういう感じで全体に塗っていきます。ではこちらの最近この1本タイプにハマってるんですけど、ジュールモエの3ウェイアイライナー&シャドウの1番ブラックを使っていきます。こちらのパウダーの方を使っていきたいと思います。パウダーを予想される二重幅にこれを塗っていきます。で、この黒目の上だけ少し広めに塗っていきます。で、そしたらこっちのリキッドの方を使っていきます。ナチュラルなので目尻はこれぐらい下げ目にはめ出します。で、アイシャドウとアイライナー引いていった感じこんな感じです。で、このパウダーでこの涙袋のところをこれぐらい、この黒目のちょうどこのここぐらいまでこういう感じで入れていきます。そしたら二重にしていきます。ガールズメーカーのエタニティアイテープです。はい、では二重にしていきました。二重にしていきました。詳しいやり方は別の動画に載っているのでそちらを見てみてください。では、そしたらマスカラもしていきます。使うマスカラはこちらです。ナッシュホリックのエクステンションマスカラを使っていきます。こちらがカールロングです。はい、時間のない時はこの黒目の上だけでもマスカラをしているだけで全然印象は変わってきます。はい、ではマスカラもしましていきました。で、こういう感じで下まつげにも黒目の下だけさささっと塗っていきます。で、そしたら軽くハイライトとチークを入れていきます。上がハイライトです。ハイライトもこういう感じで鼻のここだけさささささっと、この目のところにもさささささっと入れていきます。で、チークもつけてささっと中心一番高い位置にこういう感じでささっと入れていきます。中心にこういう感じで丸く乗せてあげるだけでも全然印象は変わります。この時ハイライトもさっさっさっとここに入れていきます。最後に口紅をちゃ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 っと塗っていきます。口紅はこちらです。エスプリークリッチフォンデュルージュのピンク863番を使っていきます。リップで口紅もちゃんと色づけていきました。はい、ではメイクした感じこんな感じです。はい、これで寝坊した朝もちゃちゃっとメイクをしてすぐにバッと出ていけます。はい、では今日も見てくれて
ありがとうございました。バイバーイ。